つも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。やっぱ全部歌うか。じゃあスピッツ考えといて、何がいいか。スピッツでもペコであんまり分かってないから、有名どころしか、まあ、ガチモノ有名しか分かんないから。いいこと言うんだねなんてみんなして言って笑った。明かりもない道をバカみたいにはしゃいで歩いた。抱え込んだ孤独や不安に押しつぶされないように真っ暗な世界の第三角。覚えて空を見る、やっと見つけた織姫様だけど、どこだろう彦星様。これじゃ一人ぼっち、もう一人ぼっち。楽しげな一つ隣の君は、臆病を